皆さんこんにちは。教室集客コンサルタント高橋貴子です。本日のしっかり稼ぐ教室集客のバイブルのテーマは、ターゲットを2つ以上見つけてみようというお話をしたいと思います。ターゲットっていうのはあなたの教室にいらっしゃるお客様の属性のことなんですけれども、基本的には一つの例えば講座とかがあったら、その講座に一人の人ペルソナっていう言葉で言うんですけども、それを想定しようっていうお話はするんですね。だけれども例えばそのターゲットを2つ以上に考えることができないだろうかっていうふうに考えると、相乗効果が出てきたりとかする場合があったりします。私のパンの講座でですね、一番人気の7つの天然酵母のクラスっていうのはあって、これはもちろんロングランのクラスではあったんですが、写真とパンという講座も持っていたんですね。で基本的にはですね、私の講座の探し方っていうのは他がやってないものをやるっていうのを決めていて、今でもちろんやってるとこあるかもしれませんけれどもね、当時やってる人がいないものにしようっていうことで、ニッチ隙間っていう言葉で言われる部分なんですけど、人があったらいいなと思っているけれどもまだ提供されてないみたいな、このあたりを探すのが割と得意な方だったんですね。だから例えば7つの天然酵母っていうのは、天然酵母を教える教室はたくさんあるんだけれども、1個の専門特化した教室があったので、それを同時に1つの教室で7個教えてもらえるんであれば、どれが自分が好きかっていう探す手間が省けるだろうって思ったので、そのクラスを作りました。で写真とパンっていうクラスは、写真は学びたいだけれども、ものすごく上級のとこに行ってしまうとちょっと気が引ける。でもお菓子とかパンとかそういった習い事も本当はしてみたかったんだ。でこの2つが両方あると、ちょっと美味しいパンも食べられて写真も習えるよねって、この2つの、メリットの掛け合わせで、実際にそういったことを喜ぶ方もいらっしゃいました。写真習ってみたかったからパンもついてるしお得かなと思ってきたけれども、案外パンも面白かったみたいな形で、2つの掛け合わせで新しい市場を創出する、これもターゲット設定なんですけど、でこの方たちっていうのは写真とパンが終わったらはいさよならっていう方ももちろんいらっしゃいましたけれども、パンの面白さに逆に目覚めてしまったので、パンのクラスの7つの酵母のクラスに通いますよっていうことでシフトした方もいらっしゃいます。なのでその顧客ターゲットはその一つの予備体コースに関しては一つであった方がいいんですけれども、教室全体で、ご自身の負担は若干上がります。だけれどもいくつの矢も打つっていうわけじゃないですけどね、こういうね、このコースはこのターゲット、このコースはこのターゲットっていうことで、複数ターゲットを持っているとそのそれぞれに合った人たち、しかもニッチで他にはないものが提供できるのであれば、価格帯はある程度こちらの金額で決められる、他と比べようがないからですね。それが習いたいものということになれば当然選択をされる。だから、そのターゲティングがこちらと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 か3つとか4つとか違う見せ方であると、結果的に収益は上がって売上は上がっていく形になります。でこれも時代に合わせて、内容を変えていくっていうことをした方が良かったりします。例えば住宅販売っていう例をちょっと挙げるんですけれども、住宅っていうのは一般的にはその例えばよしこれからマイホームを買おうという、30代40代ぐらいでしょうかね、私30の時に家買ってますけれども、30代ぐらいの、子供をねやるしファミリーで暮らしていこう、それでマイホームっていう、話とかがあるんで、大体そこの需要が多かったりしますね、ジュニア層ですね。だけれども今のご時世っていうのはシニア層も結構元気なんですよね。まだそうですね、ちょっとバブルとか団塊世代の人たちっていうのは豊かな状態でお金も稼いで貯蓄も結構あったりするシニア層とかがいたりすると、
その方たちが住宅展示場に来る若夫婦と一緒にです。とするとどういう需要があるかっていうと、若夫婦と、まあ、そのシニア層ですね、この2世帯が近所に2世帯2つ同時に家を買うみたいなプランとか、あと本当に2世帯住宅にしてしまうとかっていうケースとかがあり得るという話を考えた場合には、高齢者層の部分と若い層、この両方一気に手に入れることができて、かつ売り上げが2倍になるっていうことですね。そこに目をつけられるかつけられないかっていうのが売り上げを創出していく時のポイントになったりします。なのでターゲットは2つとか3つあってもいいんです。ただ提供するものがその1個でまとめてね、今みたいな住宅の形で1つにまとめられるのが一番見つけられるといいんですけど、そうでない限りはそのもの自体が複数あったとしても会社全体ないしは商売全体で破綻のないようなターゲティングができるのであれば、それはね全然問題ないかなというふうに思っています。だから絞ることってよく言われるんですけれども、絞ることっていうのはもうとにかく一つだけに絞れって言ってるのではなくて、そのターゲティングっていうことに関しては複数あって同じ商品を売っていくって見せ方を変えて売っていくっていうことでも構わなかったりするわけです。私はコースをたまたま変えてしまった人ですけれども、7つの公募クラスでも若い人たち用とシニア層とっていうのは実は本当はコースを変えても良かったのかもしれません。これは今考えて思っていることですけどね。だからターゲティングと、提供するレッスンメニューないしはサービスっていうのは密接な関係があり、かつ飽和状態になりつつこのご時世において新しい価値を自分で作って創出できるか、ここが一つのポイントになりますので、そこも考えてみていただければいいかなと思います。それでは。